今回はツインレイについて皆さんが抱える疑問に答えていきたいと思いますそれでは見ていきましょう1ツインレイの男性とは性格が一致する真逆なこともあるもとは一つの魂のため同じ価値観や考えだったりさまざまなシンクロニシティが起こるのがツインレイの存在ですしかし侵略の性格を持っている場合もあるそうです お互いの人生の上で、それぞれが違う学びを得て、お互いの魂を磨くために生まれてきている場合があるからです。2. ツインレイの男性は、テレパシーや投資能力に目覚めることもあるツインレイ男性は、ツインレイの相手に出会うことで、異心伝心のような感が鋭くなる傾向があり、相手の感情や考えていることを感じ取ってしまうようなテレパシーや、不思議な目に見えない体験をする人も多いようです。 3ツインレイ男性のの行動の特徴はツイインレイ男性は行動派で決断力があり身体を動かすことが好きで多趣味な面があるようですスポーツ観戦をすると自分も動きたくなりすぐに行動に移すというようなアクティブ派のようです責任感が強く自身を過小評価されることを嫌う傾向があるため一度口に出したことは やり遂げるというような有言実行タイプです知識欲が旺盛で現状に止まらず読書が好きな一面もあるようです4ツインレイの男性の愛情表現はツインレイ男性は攻めの姿勢で自分からアプローチをする傾向にあります女性からの告白はあまり好まず自らの意思で行動をし気持ちを伝えることを重要視します よく男気があるという言い方をされます。口数が少なく、信念を貫いている自負があるため、言葉で気持ちを伝えるよりは、自らの行動で分かってもらえるだろうという考えで、いることが多く、意思疎通の上ですれ違いを生じる場合もあります。ごツインレイの男性は、目を見つめるツインレイは、瞳から発するエネルギーで、 お互いが特別な存在だということを感じられるそうですツインレイ男性はツインレイの相手を見つめると目が離せなくなる感覚に陥ると言われていますツインレイ相手の目の奥を見つめると吸い込まれるような感覚や思い出すような感覚に襲われるそうです六ツインレイ男性は愛が深い心配性ツインレイ男性は相手の女性に対し 行動で愛情を示します。しかしあまりに愛が深いためあなたのことが知りたくて1日の終わりには質問攻めをしたりすることがありますそしてその質問がまるで心配性な人のように「ご飯はちゃんと食べれてる?」「眠れてる?」「困ったことはない?」といった内容である場合がありますさすがに この重さに女性は引いてしまいうんざりしてしまいますしかしこれはツインレイ男性だからこそ無性の愛を彼女に捧げようとする表れなのです7ツインレイ男性は年上が多いツインレイによって異なりますがたやすく結ばれないように設定されているようです親子ほどの年の差であったり既婚国籍の違い 社会的な立場場の違いい等ががある場合が多いようです。年齢に関しては男性が年上女性が年下という場合が一番多くよくツインレイ男性に出会うなら上司や年齢層が高めの出会いの場に行くべきと表現されます。ハチストーカーになってしまうこともツインレイの男性はツインレイ女性に出会うとどうしても目で存在を追い 周りかからも驚かれてしまうほど積極的なアプローチを始めます。今まで装飾係だったはずの男性が積極的になるあまりにストーカーのように見えてしまうのですもちろんツインレイに出会い惹かれるのは仕方がないことですツインレイ女性はストーカーだと勘違いしませんが周囲からはストーカーの男性に追われているように映ってしまう場合があるのです 勘違いされないためには女性側がしっかりと彼を受け入れることが大切になります旧ツインレイ男性は浮気をしない浮気したら偽ツインレイツインレイ男性は浮気をしないと言われています魂が惹かれ合う存在といることで飽きる他に性的な魅力を感じることは基本的に起こらないようですもし テレパシーや気持ちが通じたというような経験や安心感が得られる存在と巡り合ったはずなのに相手の裏切りに遭うという経験をすることもあるようです。スピリチュアル的には偽ツインレイと呼ばれ本物のツインレイに出会う前にカルマ「彼がゴーの解消」や「自分は真実の愛が欲しいと」と魂が訴えていることに気づかせるために仕組まれて出会うとされています。 ツインレイが既婚者の場合現在の伴侶との出会いにも意味があって出会っています伴侶との間で学ぶべきことが終了するまでその生活は続きます学びの終了離婚をするという事例も増えているようです既婚者が学びを終えて離婚をする場合はお互いに円満な離婚となるようです 離婚というよりはそのステージを卒業するといった状況と言えるでしょう既婚者という高いハードルを超えて魂を鍛える必要があるため決してたやすく結ばれるようには仕組まれていないのがツインレイとしての試練となるようです11ツインレイの男性はあれになることが多いツインレイ男性がツインレイ女性と肉体的に愛を分かち合おうとしても 愛し合えない状態になってしまう場合があるそうです。それは愛情が強すぎて自尊心を失っているためと考えられていますこれはスピリチュアル的な考えですがはるか古代の男性は性エネルギーを地球を守るために使っていたそうです女性はそれを感情的に支える月の女神という役割だったという説がありますその記憶が現在のツインイ男性にも 魂のどこかに宿っており、性エネルギーを自分の欲のために使ってはいけないというブロックのような思いが原因だとも言われていますツインレイの男性のアプローチはどんな感じ自分からアプローチツインレイ男性は積極的で自分からアクションを起こします魂を成長し合う相手を自分で見つけ自らが相手をつかみ取るために。 アプローチをしに行きます遊び人タイプでもない真面目な紳士に見える人なのにあまりに積極的なアプローチに女性側が不思議に感じることもあるようです。ツインレイ男性やツインレイの存在について触れてきましたがいかがだったでしょうかどこか心当たりがあったり引っかかりを覚えるような気持ちがあればあなたの魂の割れが呼んでいるのかもしれません。